持田先生おっしゃった通りね、そのグローバリストの作る世界がもう真っ黒けっけに書いてあるわけじゃないですか。で人数で言えばもうごく少数なわけですよ、グローバリストって。ただ彼らはまあメディア、司法、お金、軍事、さまざまなものを抑えているけれども、逆に彼らの弱点っていうのがあって、それは普通の我々にその彼らが仕掛けてる構造を暴かれて知られてしまうことですよ。でこれに気づいたら、例えばモーガンさん、ワシントンね、乗っ取られてると感じているアメリカ人もいるはずなんですよ。どうしてイスラエルにここまで加担しなきゃいけないのかと思ってる方もいるわけですよね。いろいろなこう気づきが今世界の中で逆に広がってきているのも事実で、彼らがやりすぎた部分もあって、だからその構造を暴く、それからその反グローバリストとの連携っていうのは非常に大事だと思います。で最後、私もこのジャパンズホロコーストはある意味でこれいいテキストなんですよ。反日、グローバリストの構造が全部解明できる。何をしたいか。で例えばね、これ引用がまあ最多になっているハリス&ハリスで、まあ、スージ・ハリスってご夫妻の引用が100何回このジャパンズホロコースト引用されて、で知らない人ほとんど、私も知らなかったの、このハリス、スージ・ハリスって。でどういう方かっていうと、まあ、イギリス在住のその芸術関係に精通している方でね、例えば移民博物館などにも寄稿してるんですけれども、でこの移民博物館をやっているバーバラ・ロッシュさんというユダヤ系の方、この方がねこう書いてるんですね。世界中で移民の現実を自国の歴史の一部として祝う国が増えている一方、イギリスでは未だにそうではない。イギリスの移民の歴史を我が国の歴史の中心に据えるべきだと熱心に信じている。例えばイギリスの歴史をこう変え、移民の歴史にを中心にしろと、こういう発想ですよ。分かりやすいですよ。で岸田さんもこれから5年間で82万人の労働者を入れると、日本移民大国にしようと、全部こう、ね、この流れを作ろうとしている。で一般の日本人はもういい加減にしてくれと思ってるわけですよ。でこれほっといたら日本も10年後移民の外国人の歴史を日本の歴史の中心に据えるべきだと、またアホなプロパガンダ始める人いますよ。だからこういうのがもう全部ね、構造が見えてきて、それが世界の人を幸せにしない、日本人の腹渡も煮えくり返るという政策に気づかされているのだから、私はアメリカとかもこの反グローバリストと連携しながら世界中、そのロシアにもいるかもしれないし、やっていくしかないかなと思うんですよ。でちょっと、まあ、自分の宣伝になって申し訳ないんですけれども、まあ、ジャパンズホロコーストをね、解体しました。23日に出ます。でこれ第一歩なんです。もうすっごい根が深くて、とても私の一冊では終わらないぐらいのこの問題抱えてる本だと思うんで、どんどんと日本の方はね、あと続いてこれを分析して、みんなでこの共有しながらやっていけば、結局その太平洋戦争史観ではこの戦は乗り切れないので、しっかりと大東亜戦争を理解して背骨を入れてから戦えばですね、これなんとか乗り切れるような気がするんですけど、いかがですか。はい、頑張りましょう。